2012年熊本県知事選挙は、2012年3月25日に、投開票が行われた、熊本県知事を選出する選挙。現職の川島育夫の人気満了に伴う、知事選挙。現職の川島が2期目を目指し無所属で出馬したのに、対し、同じく部所属で、共産党、推薦、2000年の県知事選挙にも出馬した経験が、 ある共産党県委員長の久保山啓介が挑む選挙戦となった。各政党、団体の対応は共産党が党県委員長の久保山を推薦。久保山が2000年の知事選挙に出馬した際には共産党公認で選挙戦に臨んだが、今回は本人の意向により無所属での知事選挑戦となった。 前回の知事選で樺島を支援していた県議会催大会派の自民党及び公明党は今回も樺島の全面支援を表明。前回の知事選で対立候補を擁立していた政権与党の民主党と社民党は今回の知事選では対立候補を擁立せず樺島の支援に回った。なお前回の知事選に続き樺島は政党や団体と等距離を保つとして 政党の公認、推薦を求めなかった。このほか連合熊本などの多くの団体が、川島の推薦、支援を決めている。2名、届け出循環太平洋戦略的経済、連携協定参加反対消費税増税反対、同州制構想の反対他九州新幹線、鹿児島ルートの早期全線開業を100年後の石として、同州制導入を視野とした、 熊本市の州都構想を安心できる、長寿社会、子育て環境を実現する、多角候補の得票率、投票率は38.44%で、前回2008年の49.36%を下回り過去最低の投票率となった。当日の有権者数は147万4343人で、投票者数は56万6793人であった。 候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、教託金没収外教は以下のようになった。教託金欄のうち、没収とある候補者は、有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。赤配率は未発表のため暫定計算とした。現職の椛島は、前回に続いて、自民党などの政党の支援や連合熊本などの、 各団体などの推薦、支援を受けて、組織戦を展開。一期目の実績を強調し続け、対抗の久保山を圧倒し、再選を果たした。一方の久保山は、現職批判票の獲得などを狙ったが、組織力で大きく上回る椛島には遠く及ばず、協託金を没収される惨敗となった。今回の知事選は、格闘愛乗りの現職 VS 共産党推薦候補。 の一気打ちとなり、事実上の新任投票であったためか、投票率は新人5人による混戦となった前回を大きく、下回り過去最低となった。ありがとうございます。